ガシッ。おっしゃー、おっしゃー、おっしゃー。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はですね、先日発売されましたこちらのゴッドシリーズ、うん、ゴッドバルキリーとブレイズラグナルクとクラスサタン、うん、これなかなか重くてね、強いんですよね、うん、バーストしにくいんだけど、うん、こちらのロストロンギヌス、うん、のちょっと改造だとですね、割と倒せる、うん、ということなんで、今日はそれをやってみたいなと思います、はい、まずはロストロンギヌスノーマルでいこうかな、うん、はい、はい、なんかね、ユシン君ロンギヌスとすごい相性がいいみたいで、うん、負けまくったのパパが、うん、ゴッドバルキリーノーマルですね、改造なしです、うん、いきましょう、3、2、1、ゴーシュ。ほらほらほら、負けちゃってまた。うまい具合に低速シュートできてるってことなんだろうな。3、2、1、ゴーシュ。今回はいいのかな、パパのが。どうだろう、今回はいいかも、パパのが。バーストしたれバーストしたれ。あー、うん、ギリだ、うん、3、2、1、ゴーシュ。おー、オーバーフィニッシュした。じゃあパパ、今度ブレイズラグナルクに変えます。はい、3、2、1、ゴーシュ。あー、やっちゃったとどまられるとロンギヌスはきついかなって感じだね。3、2、1、ゴーシュ。うわ、やばいやばい、結構食らってる。おお、最後の最後で3、2、1、ゴーシュ。うわ、すごい攻撃、めっちゃ攻撃、贅沢。ガンガンぶつかりに行こう。なんだね、これはやばいか。あらら、ギリで勝った。あら、じゃあ次、クライスサタンに変えます。はい、3、2、1、ゴーシュ。うわ、うわ、結構食らった。お、これは勝てそうかな。あ、勝った、微妙に勝った。3、2、1、ゴーシュ。いい動きするね、ロンギヌスって。なんかね、攻撃はね、ちゃんとなんか命中するんだよね、うん、でも勝負は違うか、うん、3、2、1、ゴーシュ。うわー、やっぱでもゴッド系ってさ、印象的には重いよね、うん、なかなかバーストしないって印象ですね、うん、ロストロンギヌスヘビーバリアブル、はい、これが結構強いね、うん、じゃあこれとゴッドバルキリーのデフォルトで対決していきましょう。はい、3、2、1、ゴーシュ。おっと、すごいすごい暴れ馬。うわ、暴れ馬。おぉ、3、2、1、ゴーシュ。おぉ、オーバーフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。おっと、出た。うわ、奇跡。こうなると当たらないからパパの方があるかな、うん、おっ、すごい。こっからの大逆転。あ、同時だ、同時、強いね、すごい。じゃあ続いてブレイズラグナルクに変えます。はい、3、2、1、ゴーシュ。おっと、おーほー、一撃必殺、一撃必殺、3、2、1、ゴーシュ。いや、これはね、暴れて結構ね、ダメージが。うわっ、アートオーバーフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。
当？え、なに今の戻ってきたここに当たって戻ってきたね嘘代わりにこっちがやる、まあ、こういうことはあるわけだね、うん、じゃあ次はクラッシュサタンに変えます。はい、3、2、1、ゴー。おっとっとっと、おっとっと、今、パターンした。おー、いけー、おー、すごい。おー、クラッシュ。3、2、1、ゴー。オーバーフィニッシュが強いね、これね。3、2、1、ゴーセン。こうなっちゃうとちょっとトスロミルさきついね。うん、お、同時だ。はい、そんな感じでですね、このコメント欄でも教えていただきましたロストロンギヌスヘビーバリアブル、うん、これ結構すごいね。あのバリアブルは覚醒してるやつだね。超覚醒ね、うん、結構ツルツルのやつですね。やっぱかなり暴れてオーバーフィニッシュに持ち込んで結構すごい、うん、ダイナミックでした。めちゃくちゃ強かった、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はですね、ぜひいいねボタンお願いします、はい、そして、友達にもぜひ教えてあげてください。チャンネル登録もよろしくね、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ。